いきなりおばちゃん集団に腕つかまれて、地下鉄の路線図の前まで連れて行かれたこともあるんですよ。どうもこんにちは。よく食べる系旅人のガチャです。今回は、なんだっけ。あ、旅の思い出話第2弾をお届けします。前回は印象に残った国をランキング形式でお届けしたんですけれども、今回はランキングなしです。題して、いいことも悪いこともある、一人旅あるある。はい、というわけで、よく一人旅をしているこの私が思った一人旅あるあるを紹介していこうかなと思います。これはあくまでも私の中でのあるあるなので、へえそうなんだぐらいね、思っていただければありがたいです。それではスタート。まず一つ目、2人前からのお店に落胆。これ韓国が多いんですけれども、鍋料理とか2人前からっていうところが多いんですよね。2人前からしか提供していないお店は行きたくても諦めますね。食べようと思えばもちろん2人前食べれるんですけれども、まあ、旅行中はいろいろなものがね、できるだけ食べたいので、それだけでお腹を満たしたくないんですよ。お店によっては交渉すれば1人前からでも大丈夫なところもあるみたいなんですけれども、やっぱ理由があって2人前からにしてると思うので、私はメニュー通りに従うようにしてます。はい、続いて2つ目、タクシー乗るのに躊躇する。やっぱり海外で女一人タクシーに乗るのはちょっとちょっと怖いですね、特に夜は。いやだって知らない土地で主導権をその時出会った赤の他人に握らせるってね、ちょっと、まあ、一回ね、友達と二人で乗った時にぼったくりに会った経験もあるので、一人の時はタクシーはできるだけ避けるようにしてます。タクシー便利なんですけどね。はい、続いて3つ目、よく道を聞かれる。もうこれ韓国や台湾がほとんどなんですけれども、ほぼ毎回聞かれます。一人で行くときは特にね、韓国のおばちゃんが多いですね。私ソウルの地下鉄構内でいきなりおばちゃん集団に腕つかまれて、地下鉄のあの路線図の前まで連れて行かれたこともあるんですよ。もうその時はね、多分、まあ、おばちゃんたちはもうこのどこどこに行くにはこの路線でいいのみたいな、そんなことを多分言っていたと思うんですけど、もう私わかんなかったんで、もうすいませんわからないですって言って、こうめっちゃ頭下げてその場を去りました。はい、最後4つ目、長旅を終えると成長した気分になる。やっぱね、長旅を一人でやり終えるとやり遂げたっていう、こう達成感に浸って、またこう一つ成長したっていう気分になるんですよね。特に一人旅を始めたばかりの時はもう1泊2日でも2泊3日でももうやってやったぞって胸張ってましたね。まあ、実際に成長したのかどうかは分かりませんけど、確実に自信はついてます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。皆さんの一人旅あるあるがあればぜひコメント欄に書いて教えてください。この動画が参考になったという方はぜひぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた。